悪かったな、勇者お前のおかげで助かった。はい、でも、毒は大丈夫なんですかああ、もう痺れてないし、体も動く。え、やばい毒じゃなかったんですかやばい毒だよ。体が動かなくなったからな。毒に耐性があるんですか魔王様は世界で全ての魔法を使える。それこそ偽りなく全てだ。あんなレベルじゃない毒の魔法はいくつもある。風上で魔王様が、毒の魔法の練習をしていて、風下にいた四天王が全滅したことがある。え、全滅 ああ、そしてあの人は同じミスを何回もする。そういうのが続いて、ゆっくり毒に耐性がついたんだ。そう、なんですか。ただあの時、君とどどが回復して、俺にとどめを刺しに来たらやばかっただろう。お前のおかげだよ、勇者。ありがとう。いえ、それは大丈夫です。死んだらめんどくさかったから、本当に助かったよ。め、ね、めんどくさいですかああ、あそこで死んだら、ちょっと、めんどくさかった。どういう感覚で生きてんねん、この人は。死んだらもうめんどくさいとかじゃないやろ。君ど,どと戦ってる時も、命が軽いとか言ってたし。 この人は死を恐れてないにも程がある。あそこで死んだらめんどくさかったって。マリオとかが言うセリフやん。マリオは何回も生き返れるからいいけど。俺らはそうじゃないわけやし。なんでこんな感覚でおれんねん。え生き返れるんかさっきの毒の話の全滅っていうのも引っかかるし。もしかして魔王は死者蘇生の魔法も使えるんかやとしたら、俺ら冒険者に勝ち目はないぞ。ポタさんレベルかそれ以上が、あと3人いて。それが全員不死身。要は、 一番最初に魔王を倒さなあかんってことや。四人の四天王をかわしながら。一番やばい魔王を倒す。一刻も早く冒険者を辞めて、何かの資格取った方がええわ。とにかく避難所に行こう。そ、そうですね。心配だろ。はい。でも、避難所には。俺の仲間も、緑の魔族の人もいたんで、多分大丈夫だと思います。そうか。そんなできる奴らなのか。そんなできる奴らではないか。あれ、もしかして、結構やばい可能性ある